皆さんは猫に好かれていると思いますか？嫌われているかもしれないなと思いますか？猫が嫌がることと言われたら、大声を出すとか無理やり抱っこするとか、いろいろ思い浮かぶと思いますが、本日は飼い主がやりがちだけど、実は猫にとってはネガティブな感情を感じてしまう、そんな飼い主の NG 行動をご紹介させていただきます。動画の最後には猫に好かれる秘訣もお伝えしますので、ぜひ最後まで動画をご覧ください。それでは行きますよ。1、体罰や叱責。大きな声で怒鳴ったり体罰を与えても、猫は人間にとって不都合な行動をやめません。むしろ怒鳴ったり体罰を与えることでストレスを感じ、問題行動がより一層ひどくなることもあります。猫に触られると困るものは、猫の手の届かないところに置く、猫に入ってほしくない部屋には猫が入れないよう工夫するなど、飼い主の方で努力する方が効果的です。2、長時間の留守番。猫は自立した生き物なので孤独に強いとされていますが、過度の孤独はストレスを感じます。特にシャム猫やワーマンは甘えん坊な個体が多く、留守番が苦手な猫種ですので、誰か家族がそばにいる環境を作ってあげる必要がありますし、孤独が得意な性格の猫さんも2日以上誰もお世話をする人がいない状況は避けなければいけません。3、不規則な食事の提供。食事のタイミングや量が不安定だと猫はストレスを感じます。猫はルーティンを大事にする生き物ですし、何より食べたものの消化時間を無視した給餌は猫の健康を著しく阻害します。適切な量と決まった時間に食事を与えましょう。例えば1日2回の場合は8時と20時、1日3回の場合は7時、15時、23時、1日4回の場合は6時、12時、18時、24時。このようにご飯を食べる間隔が同じになると生活リズムができるので、猫はストレスなく体調を崩しにくくなります。4、遊んであげない。猫は刺激と運動が必要です。自動のおもちゃや蹴りぐるみなど、猫が一人で遊べるおもちゃを与えるのも良いですが、1日に1回は猫と一緒に遊ぶ時間を作りましょう。虫の動きやネズミのような小動物の動きを真似るように猫じゃらしを動かすと、猫は喜んで遊んでくれます。猫とのコミュニケーションにもなりますので、ぜひたくさん遊んであげてください。5、トイレの清掃を怠る。汚れたトイレは猫にとって不快です。トイレが汚れていることでトイレではない場所で粗相してしまったり、トイレを我慢して膀胱炎になったり便秘になったりします。毎日の掃除と合わせて月に1回は猫砂をすべて入れ替え、トイレを軽く水洗いして清潔なトイレを保ちましょう。6、頻繁な模様替え。静かな場所と安定した環境が猫にとって重要です。頻繁な部屋の模様替えは猫にとっては大きなストレスとなります。どうしても模様替えをしたくなった時は、模様替えする部屋と全く変えない部屋と両方作ってください。猫が模様替えした部屋に慣れたら次の部屋を模様替え、このようにして一度に環境を変えることのないよう注意しましょう。7、猫がお気に入りのものを捨ててしまう。段ボールや紙袋、毛玉まみれの猫ベッド、人間にとっては不要なものでも猫さんは気に入って使っているものがあります。人間だってお気に入りのものを突然捨てられたらショックですよね。段ボールは場所も取るし正直邪魔だなと思うものですが、猫さんがベッドにしていたり隠れ家にしている間は捨てずに置いておきましょう。8、寝ている猫を構う。猫さんが気持ちよさそうに眠っているとついつい触りたくなりますよね。でも猫さんにとっては迷惑以外の何物でもありません。せっかく気持ちよく寝ていたのに邪魔されるわけですからね。モフモフのお腹に顔をうずめたくなる気持ちをぐっとこらえてそっとしておいてあげましょう。9、人間の食べ物を与える。猫が食べたそうにしていたから、お刺身なら大丈夫でしょう、焼き魚なら大丈夫でしょう。そうやって安易に人間の食べ物を与えていると、猫が食べてはいけない食べ物も猫が興味本位で食べてしまう危険があります。日頃から猫と人間の食べ物は一緒ではないと猫に理解させておきましょう。10、無視する。忙しい時に限って遊んでとか撫でてと構ってアピールされることありませんか？そんな時に猫のアピールを無視してしまうと、構ってくれない人認定されて近寄ってきてくれなくなってしまいます。どんなに忙しくても一旦手を止めて、ごめんね、後でね
と一声かけるだけで猫は安心してくれますので、無視するのだけはやめましょう。最後に、愛猫に好かれる秘訣は、愛猫を全力で愛して彼らの健康を守り、彼らの一生に責任を持つことです。そのために猫の生態について学び、愛猫についての知識を増やしていきましょう。この動画が皆さんのお役に立てるよう、私もより一層の勉強に励みます。いかがでしたか？この動画が参考になったよと思ったら、高評価、チャンネル登録をお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。